あ、こんばんばはー聞こえてますかねええー、とどうやら聞こえてるみたいなのでえー、と高橋聡の教養ラジオ第1回「般若心経を始めたいと思います。 哲学エヴァンジリスト高橋聡と申し申ますどうかよろしくお願いしますでは早速入りましょう高橋の聡の教養ラジオの趣旨についてお伝えしたいと思いますまずはですね1回の放送でですね高橋聡 が選んだおすすめの本を一冊紹介しますこの放送を聞くことでさまざまな文化な文化の背景を理解しまさに教養を高めることができますそして次私高橋聡の興味範囲から宗教書や哲学人文科学系の本が多くなりますがまあリベラルアーツって言ってあの欧米で今人気の 分野っていうのをまさに変わーしていくのではい楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。第1回のおすすめの本は「半若信仰」です。半若信仰っていうとですねどうしても半若信仰と聞くと今日をイメージすると思うんですけど 実際にはお経です。はい。般若心神経というお経はですね、悟りの内容を解いたもので、実際の暮らしにも実は役立つんです。ということで、まあ、この般若心神経というのはですね、現状三蔵がですね、インドに渡った際に訳したものが現在に伝わっています。インド、中国、 日本の大乗仏教の現象状態を伝えるというべき影響力の大きいお経ですはい、ではですねあでは早速内容に入っていきましょうよいしょ 般若心経の要約です。般若心経って何かっていうのを簡単にちょっと説明したいと思います。よいではですね、一番目。観音菩薩がシ利リまあ、このシ利リっていう人はですね、実在の人物で、釈迦の十代弟子の一人です。釈迦っていうのはお釈迦様のことで、まあ,あ、仏教、 の階層ですね仏教をはじめに開いた人のことなんですけど知恵第一って呼ばれている人のがシャリホツです。シャリ,フシャリ,リホツともシャリシとも言うんですけどこの人に対して真の知恵である空の味方と大乗仏教の悟りを説明する文章ということになっています。 空の否定面と肯定面が主題として扱われていて、空を体得することは悟りへの第一歩だということが述べられています。はい。ではですね、空って一体,一体何やろうっていう、般若心経の空の理論的な意味なんですけど、今はまあわからなくても、とりあえずここでこういう意味があるんだなっていうのを押さえておいてください。はい。サンスクリット語ではですね、 ゼロと同じ表現のことを指します。サンスクリット語ではゼロですね。ゼロっていうのはシ,ュシュニアターとかそういう表現をするんですけど、ゼロと同じ表現なんです。はい。まあ、要はですね、プラスとマイナスがあるじゃないですか、数字の場合は。そのプラス1とプラス、マイナス1の間がちょうどゼロ っていうこといなんで、中間点、あることとないことの中間点を指すんですね。で、空っぽとかですね、無意味とか、中ブラリンといった意味があります。はい、つまり、あるとないとの,のどちらにも触れることができる状態を指します。だから、この決まってないんですね、あるとないっていうのがまだ、確定する前の状態っていうのをの捉え方でもいいんですけども。 これで実体がないと訳されることもあります。実体がないと訳されることもあるんですけども、まあ、司法院っていって、仏教の4つの特徴をですね、すべて含んでいます。と言ってもですね、すごくわかりづらいと思うので、 柔軟性があっても何でもできる空間っていうのをイメージしておいてください今の場合は、まあ、こうやってなんかまあ柔軟性がある,あるってことは形がどんな形でも取れるってことですよねそういうまあ柔軟性があるっていうか実際は空っぽなんですけどでもまあ空っぽやからこそそこに空間っていうのを何ぼでも可能性を そこ,こに作れるっていうイメージですね。は,い、で,はですね次に参りましょう。カンニャ信仰って言ったら色速で空、空速で式っていうのが有名なんですけどこの四字,四字熟語をつですね並べてあるんですけどもこの色速で空、空速で式っていうのは 意味分かってない人が多いと思うんですね。っていうのは実際に仏教のその知識がないと解けないものになってるんですね。だからここで見ていきましょう。はい。色即くぜとはですね、物質的存在も精神的存在もそれ自体としては無意味で実体がないことを指すということです。 まあ、色族で空の色は本当は物質的存在っていう意味だけなんですけど後にまあ五雲海空っていって五雲っていうのの一つなんですけども色は五つの物質というか存在を構成している五つの構成要素の一つなんですけど後にまた、うん、あの重層行式っていうのも同じだよって書いてあるんでここでは 物質的存在も精神的存在もそれ自体としては無意味で実体がないことを指すということにしておいていきましょう。はい。次ですね。空足是識っていうのは無意味でですね、実体がないからこそ存在するということなんです。無意味で実体がないから存在するっていうのはちょっとイメージがつきにくいかもしれないんですけど、まあ、 ここはですね、色彩で句は紙砕いて言うとですね、すべての存在は意味がない、意味がないということはですね、どんな意味にも付与できる、意味をつけれるんですね、本当は。どんな、まあ、意味というか解釈ですね、解釈をそこにつけることは可能なんです。所有の無常で、すべてのことは移ろいゆくからこそ、永遠に不変な実態な,などないよっていう。 永遠に普遍な事態というのは、例えば、えー、とインド哲学でいうアートマンといって、まあ、この我ですね。が我って書いて我って読むんですけど、自我のことですね。あと、魂とか、永遠にあるよっていうような、精神的な事態があるよって言ってるんですけど、そういうものはありませんっていうのは、ハンナ信仰では明確に否定しています。 空足絶景を噛み砕いて言うと、噛み砕くになってくるなんですけど、噛み砕くと、えっと無意、無意味で実体がないことに気づけば、本当の存在がありのままに見えてくるよっていうぐらいの意味です。だから、えー、っと、無意味で実体がないんですね。つまり、えぇ、ー、 食うっていうのはが分かれば本当の存在がもうそのまま見えてくるんです。これがですねちょっとうん体験したことがない人は分かりづらいんですけど上の意味とほとんどまあ同じことを言ってるんですけどでもこの四から食う。 空から四季っていうのの順番が逆転してるんですねここでは、まあ、とりあえずこれ後でわかると思うんです悟りの内容にくればですねそこもまた見ていきましょうはいでですね「四季」っていうのは「存在」のことだっていうのを今さっき言ったんですけど「四季」は「現実体」つまり「あるがまま」の姿っていうのを指すっていうんですね 死っていうのは現実体です。で、空っていうのは可能体とか可動体とか言うんですけど、可能性としての姿ということなんです。だから無限なんですね。こっちは可能性なんで。で、こっちは現実体なんで、現実の姿なんで、こちらの場合は、実は無限ではなく有限なんですね。だから死っていうのは、 有限。空っていうのは無限っていうイメージで捉えておいてもらったらいいと思います。はい。では次行きましょう。不小、風滅、不空、風上風増風滅っていう、六歩っていうんですけど、あ違う、八歩か。六歩やね。はい。六歩ちゃうわ。一、二、三、四、五、六、六個、六個でしたね。はい。六、六個の歩っていうのがつくことあるんですけど、これは、 僕、まあの解釈なんですけどもインドの文脈とインドで使われてた文脈でこれは返すべきかなっていうのを感じていますでですね不祥風滅から見ましょう不祥風滅っていうのは生じることも滅することもないということですね生まれることも、えー、と死ぬこともないということなんですけどインドの文脈で言うとまあ要はですね 天生などないから不死の境地を目指すのは違うということをここでは言いたかったのかなっていうのを僕、うん、が考えてます。でですね、腹腔風状はですね、汚くもないし綺麗でもないということを指します。でですね、この腹腔状っていうのは汚くもないし綺麗でもないっていうのはどういうことなのかというと、 普通に聞いたらわからないんです、ね、でも、インドの文脈で言うとですね、汚い人間とか正常な人間というのがカースト制度で決まってるわけです。そのカースト制度っていうのはないよっていうことをここでは言ってあるんで、人間の関係に上下など本当はないんだよっていうことを言いたかったんだなっていうのが分かります。風像風現っていうのはですね、増えることも増えることもないって言ってるんですけど、 これもやっぱりインドの文脈で見るとどうも苦読のことを言ってるんちゃうかなっていう。苦読を積んだり、積んでですね、増やしたりですね、逆に苦読が減ったりすることなどないよっていうことですね。うん。だからここの、風助風滅、空風助風像風言っていうのも結構有名な文句なんですけど、これもおそらくインドの文脈で返すと分かりやすいかなっていうのがあります。 でではですね、空の立場っていうのになればですね何がわかるのか風潮風滅風潮風俗弦言っていうのも結局空の立場に立ったらあのそういう立場そういう不っていうのをだから否定することができるっていうことなんですけど何がわかるんでしょう結局はこれはですね世界全まあ宇宙なんですけど宇宙全体として見れば 本当は区別。まあ、イとも言うんですけど、不才が何もないっていうことが分かるんです。っていうのはどういうことかというと、僕らが、人間がですね、例えばこれはトイラーだって言って考えるとこ,ところがあるとするじゃないですか。そういった扉っていうのは、実際は、うん、それが単独であるように見えるんですけど、 違うんですね扉っていうのはあくまでもそういうものがあるだけで勝手に人間の意識が扉を作り出してるだけなんです。でですねそれを区別してる本根本原因は何かというと人間の言語機能っていうのが勝手に世界をですね分節化って言ってまあこれはあの二重分節で言うんですけど2つに分けるんですね。あるとないいってううのもそうですし まあ増えると減るとか、あと悟りと迷いとか、そういうのも全部分節化なんですけど、分節化っていうのをして捉えているだけであることが分かるってことなんですね、軍の立場っでですね、言語機能に頼ってばかりでは物事をあるがままに捉えられないっていうことがさらに分かります。言語機能に頼らないようにしようっていうのが、 のの立場の実践的なな側面なんですけどもだから瞑想とかが大事になってくるんですね。結局仏教とかインドの宗教って。でですね、迷いと悟りと迷いの違いすら本来ないことが分かります。空の立場に立つと。それはも区別であって、本当の,あの違いというか、本来はそういう違いすらないっていうことが。 が言えるんですね,でですね仏教でいう無分別地とはですね、知恵の本性なんですけど、に至ることができるんですね。これ、これ空の立場に立つと、無分別地って言って、まあ、何も分けずに物事を把握するということをに至ることができます。でですね、ここで大事なのは、 分別っていうのが知恵の本当の何ていうかな本当の性質なんですねこの仏教の求めるだからここでは知恵知恵っていうのがまあ食うと絡んでるということが分かってほしかったんですね分かるイコール悟るということなんで結局これはもう悟りそのものなんです 悟りに至ればですね、何が得られるかっていうことなんですけども、今その瞬間を生き切ることができる。って書いてあるんですけども、その悟ることができるとですね、余計なことに気を紛らわさずにですね、生きることができるんですね。で、生老病苦にわさせることなく、何事にも動じない心が手に入るってことなんです。まあ、動じない心っていう、 書いてあるんですけどもなんかなんかやっちゃったなーあーもう赤間みたいな落ち込んだりとか悲しくなったりとか怒ったりとかそういうことがまあおこそういう感情になりたくはなる時はあるんですけどでもそれをちゃんと自制できるっていう心が手に入るんですねだからすごいんです。 悟りは,はい。で何事にも動じないから何をするにも余裕が生まれるんですね。だから何事もほんまにうん何事にも動じてたら逆に余裕はないですよね。本当に。余裕なんてある人は、まあ、動じてないんですね。はい。逆に逆というか待遇で言えば、ね。はい。 ここだわりりががないから人とと争うことがありません素晴らしい境地だと思いませんかで物事をあるがままに見ることができるからですね、まあ、何事もうまく行動することができるんですね。だから判断力っていうのがつくってことなんですよ。悟りに至れば。でこれら全てを含めて、涅槃これはニルバーナとかニンパーナって言うんですけど、インドの言葉では。この涅槃っていうのに、 至るることがでできっって言ってるんですね悟りっていうのは素晴らしい境地ですよっていうのがここでは書かれています。最後の信号ギャーテギャーテハーラギャーテハロソギャーテボディスバカとかガテガテパラガテパラサンガテブリスバハっていう言葉をちょっと聞いたことある人もいるかもしれないんですけどハニャ信っていうのを聞いたことあったら。 これは、ガテガテ、パラガテ、パラサンガテ、ブリスバハっていうのの、サンスクリット語ですね、から直接持ってきたんですけど、どういう意味かというと、僕何の解釈です悟れた、悟れた、悟,悟りの境地に至れた、完全に悟りの境地に至れた、悟りをありがとうって言ってるんですね。まず何が言いたいかというとですね、感謝が大事だよっていうことが、ここで言いたかったのかなって思います。 でですね、悟った感動をですね、他者にも伝えたい気持ちを表してるんですね。これ、この神言っていうのは。でこれが要は慈悲の心なんです。で慈悲と慈悲って、まあ、ここでは書いてないんですけど、知悲と慈悲っていうのが、結局、仏教の一番大きな二大柱なんですね。この二大柱を、 ついに手に入れることができましたよっていうのがこの信号の意味です。はい。反射信経のまとめです。一個ずつ見ていきましょう。空の内容を見ていきましたね。まず。否定的側面はですね、ズバリ無意識で実体がないことを、まあ、宣言したって書いてあるんですけど、こういうことを言っちゃったんですね。 <laughs> なかなか言えることじゃないですよた。単純に無意味、人生は無意味だって言っても、そこに深みがあるかというと、普通はないんですけど、肯定的な側面はですね、否定的な側面に気づけば可能性が生まれることって書いてあるんですけども、可能性が生まれたんですね。何もない空間にみんながいたら、可能性が生まれますよね。 で空,空を実践的に体得することが悟りへの初めの一歩だっていうことがここでは言われてました悟ることで涅槃に近づくことができますはい感謝の心から慈悲が生まれます空っていうのが実践的に体得するっていうことが知恵で感謝の心が慈悲ですはいでですね参考文献ここに載せて動きます 中村はじめ、木野和義役中の、般若心経本後般若経っていうのが、岩薙文庫から出てるんで、それを大きく参照させてもらいました。でですね、多数の般若心経の解説書,書籍、僕も,もう20冊ぐらい持ってるんですけど、まあ、多分調べたら100冊とか、もっと出てくるかもしれないんですけど、この般若心経解説でグ,ーググってもらえばですね、出ますんで、興味ある方は見てください。 はい。ではですね、きょ今日はですね、えー、と最後まで聞いていただきありがとうございました。高橋さとしの教養ラジオ1、患者診療を、今回ここで終了になります。大体20分ぐらいかなさせてもらいましたんで、ありがとうございました。